いい感じにできたの見て、ほら、ねっとりしてる。14年からね、ちょっとスパン的には1年に2回っていうことがありました。これは幅が3種類から選べるってことですか？そうです。これ今あるだけで、実はこれも3種類ある。あ、そうなんですね、はい、ここにあるの同じ素材なんですけど、反発性とクッショニングが揃ってる。あとこのフレッシュオームはランニングシューズ以外で使われてまして、こちら実はウォーキングシューズ、ゆっくり歩くために安定感、はい、あとはテニスシューズ、今世界で活躍してますけど、上に先選手が着用しているモデル、あとベースボール、野球の、まあこれはトップ選手じゃなくて実際の幅はそうでもないですけど、ここが出ることによってぐらつかないなっていうモデル、ゴルフはめちゃくちゃ人気なんですよ、若い人、良心的な値段なのに引き当ててました。削れないような素材です。わかんない、まあ、ちょっと柔らかいと思う、気持ちよく分かんないですよ。トレイルランよ、トレイルする人よりもなんか逆に、本当にファッション、じゃあこれどうぞ。流し反復肩で今練習中おっなんなの、コービーみたいな、コービーじゃなくてなんかコービー動物の習性みたいな、はい、あ、全然行くやん これなんですか？スタミナ焼き。あ、スタミナ焼き、いただきます。これは黒はんぺん。はい、これはにちょにちょ、いただきます。これ何人前なの？何人前？6だって誰だ？1以上、うん、1キロぐらい食べたの？もう測りながら食べたよ、昔々ね。どなさい、え、かつお節やんないの？あ、乗せすぎて踊らない美味しそう。美味しそう。いただきます。
塩パン。テカテカ。切り株みたい。テカテカ。いただきます。はい。いただきます。美味しそうじゃん。食べますね。いただきます。いや、芋だよ。本当に。温めたら。ああ、そういうこと？うん。紫にしようかな。どっちがいいかな。いただきます。辛いのもあるんだ。色でわかるよ、あれは。いただきます。ミニストップが一番美味しいから。はい。いい匂い。